ユナイテッド航空2885便貨物機墜落事故は1983年1月11日、ユナイテッド航空2885貨物便がミシガン州デトロイト空港を離陸直後に墜落した事故で3名の操縦クルー全員が死亡した。NTSB は事故原因をパイロットエラーと結論した。事故機は2894便として、 イリノイ州シカゴオヘア国際空港を1983年1月10日22時15分に離陸してオハイオ州クリーブランドに飛行。日付の変わった1月11日未明1時15分に2885便としてデトロイトに向けて離陸した。デトロイトには1時52分に到着し荷物の積み下ろしと燃料の補給を行った後2時51分に 次の目的地カリフォルニア州、ロサンゼルス国際空港に向けて離陸を開始した。離陸滑走の後、足が滑走路を離れるまでは正常に見えたが直後に姿勢が機種上げ課題となりエンジンのサージが発生、次第に右にロールし、ついには高度1000フィートで90度バンク状態となり、失速、急速に高度を失い地上に激突、衝撃で爆発した。 NTSB の調査によると、デトロイトでのカモ積包むおろし中に、コックピット内で会話が行われたが、その際、機長が副操縦士に対して、セカンドオフィサーと席を代わって、離陸操作をやらせてあげないか、と提案していたことが明らかとなった。副操縦士は、この提案を受け入れた。セカンドオフィサーは、当初消極的だったが、結局はこれを受け入れ、離陸。 タクシング中に席を変わった。調査により判明したのは、このセカンドオフィサーは1979年6月に DC-8 の副操縦士になる訓練に入ったが、訓練官による能力評価が芳しくなく、2ヶ月後に訓練中止となっていた。1980年2月に再び副操縦士訓練を開始したが、ここでも能力が不適切との評価が下された。 訓練官は、訓練態度はこの上なく真面目で、とても一生懸命やっている。だが、副操縦士としての訓練を一年行ったが、通常の進歩が見られないとコメントした。その後の歩行も受講したが結局不合格となり、最終的には、会社との間で、今後はパイロットへの昇進を諦め、在職期間中ずっと SO を続ける胸合意する文書に署名した。 離陸直後に極端な機種上げ姿勢になった直接の原因はスタビライザートリムが極端に上昇側に設定されておりこれを知らない SO が操縦桿をいつも通りに引いたことにあるがこのトリム設定は同じクルーによる直前のフライトでの着陸時に設定されたものだったトリム設定は通常着陸後にクルーによりリセットされるがこれを失念していたまた 席を変えたことによる混乱で離陸チェックリストの実行中にトリムの状態を確認することができなかった。この状態での夜間の離陸で目視できる目標ものもなく経験の乏しい SO ではすぐに修正ができず、迎え各課題により吸入空気量が減少してエンジンをサージさせ、さらにバンク課題状態としてしまった。機長が 横からあり込んで修正できなかった明白な理由は不明だが一つの可能性としてこの SO が操縦桿を強く握ったまま固まってしまい機長側からいくら力を加えても有効な修正操作ができなかったのではないかと推定されているいずれにしても SO に離陸操作をさせるという機長の決定自体がこの事故の原因に至る大きな要素となった 事故調査に際して、ユナイテッド航空の他のパイロットたちも、回送便や貨物便において、席を代わって SO に、離陸や着陸を行わせていることを、匿名を条件として認めた。ありがとうございます。